皆さんこんにちにゃ、アメアメのにゃんこ塾へようこそにゃ。今回は超猫祭、極猫祭を比較しながら、超猫祭を引くべき人、極猫祭を引くべき人は、どんな人なのかを解説していきます。まず超猫祭、極猫祭とは何かから教えてほしいにゃ。猫祭系のガチャは主に1ヶ月に1回のペースで開催されており、限定キャラを輩出するガチャのことです。一部を除く、大半のガチャシリーズのキャラがラインナップされています。限定キャラとは超猫祭なら、白ダル、白御霊、白ガオウ、白キャスリー、白ガルのこと、極猫祭なら、黒ダル、黒御霊、黒ガオウ、黒キャスリー、黒ガルらのことを指します。どれも強いキャラばかりなね。超猫祭限定キャラは属性を持つ敵を効果の対象とし、幅広い敵に対応することができます。その逆に極猫限定キャラは、属性を持たない敵を対象とした能力を持っているので、狂乱や大狂乱、風雲にゃんこ塔を登る際に非常に役立ちます。そしてこの2つに加えて、超極猫祭というものもあります。このガチャは年に2回ほどしか開催されず、超激レア排出率 10% と全ガチャの中で最高格です。ですが、超猫祭、極猫祭、両方の限定キャラが排出されるので、どちらか一方に狙いたいキャラがいる場合は少し狙いづらいのかもしれません。そうだとしても超激レア排出率 10% は魅力的にゃ。それは間違いないですし、開催されるのも稀なので、開催されるとどうしても引きたくなってしまいますね。確か去年は秋の周年イベントの時に開催されたにゃ。今年も開催されるならその時期かもしれないにゃ。ではここからはこのガチャを効率よく引く方法について解説します。その上で絶対知っておくべきことは、猫祭系ガチャの開催時期と超激レア確定の時期は、被らないということです。つまり必ずしも猫缶で引く必要がないということにゃ。極端な言い方をするとそうなります。超激レア確定は11連を猫缶で引く必要があり、レアチケでは確定を利用することがシステム上不可能です。ということは普段は猫缶を確定で使い、超激レアを集めて、その缶に溜まったレアチケを猫祭で大放出するというわけにゃね。まさにそういうことです。無課金の方だと特に、このローテーションをしている人はかなり多いと思います。引き方は分かったけど、僕はどっちを引いたらいいかがわからないにゃ。ざっくり言うとするなら、超猫祭は初心者、極猫祭は中級者以上のイメージです。超猫のキャラは属性持ちに強いので、各属性に対するキャラが揃っていない状況では、非常に頼りになるはずです。ですが、手持ちが揃ってくると、白ガオウのような滅法強いの火力ではなく、一部の属性に特化した超ダメージキャラを使う場面も増えてきます。代用キャラが意外といるにはいるということにゃね。そうですね、そのステージの敵が単色だったりすると、特化したキャラの方が適正であるということの方が多いです。だから、手持ちの揃っていない序盤のうちは、超猫、極猫のどちらかを引く場合、超猫を引くべきということにゃね。そうですね、単発で超激レアを集めるならこれらのガチャですし、レアチケはここでいいと思います。私のおすすめキャラは白無垢の御霊です。このキャラは汎用性が半端じゃないですし、とても長く使えるキャラです。じゃあ極猫はどんな人が引けばいいにゃ。動画冒頭でも言った通り、極猫祭キャラは、狂乱、大狂乱、風雲にゃんこ塔などで特に活躍します。黒ダルや黒御霊、黒ガオウが一体いるだけで、狂乱系シリーズの難易度は激減します。ですが狂乱シリーズに挑戦する頃ではまだ、各属性に対するキャラが揃っていないと思います。ですので、狂乱に挑戦する際は各属性に対するキャラを集めて、大狂乱に挑戦するあたりで極猫キャラを狙いに行くのも一つです。狂乱に挑戦する過程で、かなりプレイヤースキルが鍛えられると思いますので、自分に厳しく行きたい人、キャラに頼りたくない人は、極猫に手を出すのは大狂乱あたりでいいと思います。基本的には超猫から極猫に移っていくというイメージですが、超猫を飛ばして序盤からレアチケは極猫に注ぎ込むというのもありではあります。なんでそんなことするにゃ。各属性に特化したキャラを、ある程度集めきる自信がある場合はこれでもいいと思います。黒シリーズの方が代用の効かないということを考えての行動というわけにゃ。ガチャの引き方について、さらに詳しく解説した動画もあるのにゃ。興味ある方はぜひにゃ。ちなみに極猫祭でのおすすめキャラは誰にゃ。黒ダル、黒御霊、黒キャスリーです。黒ダルなどは属性を持ったキャラにも、素のステータスで普通に戦えてしまうので、かなりおすすめです。なるほどにゃ。かなり答えがわかりにくい感じになってしまいましたが、この動画の内容を踏まえて、おのおので判断してみてください。今自分に必要なキャラはどちらのシリーズなのか、超猫を飛ばして極猫にレアチケは注ぐのか、それぞれ状況、考えが違うので明確に答えは出せませんが、少しでも悩みが解決に向かえば幸いです。初めてゲットした限定キャラは誰かコメントで教えてにゃ。気になるからコメントで教えてほしいにゃ。ここまで見てくれたあなたは、そろそろにゃんこになれるわずにゃ。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でにゃ。